新しいのは463日目でございますが、雲行きが怪しい。西の雲がなんか真っ黒ですね。まだ真上はねちょっと晴れ間とかあったりするんですけど、風もあるので早めに引き上げましょう。やっていきます。ほほいという感じで、という感じで、今日伝えられるようなことあるかな。トマトがなんかいっぱいなってますね。ミニトマトがいっぱいなってるけど、なりすぎて誰も取ってないという状況ですね。こうしてみるとこっちのミニトマトはあんまりできてない、こっちはやたらできてる。でも葉っぱはこっちがついてる、こっちはそんなに葉っぱもついてないっていうね。難しいね、ミニトマトは。難しいって植物が難しい。実をいっぱい取るためには、葉っぱが大きくても仕方ないっていうんだね。こうしてみるとほら、こっちの中玉トマトなんて結構生い茂ってるけど、もうしばらく身につけてないもんね。オクラが結構ありますね。まあ今週も特に手を入れてません。なんか草がこの辺刈り取られてるけど、草の刈り取りと一緒に俺の茎ブロッコリーが切り倒されているのだが、一体これは一旦切って切り戻したいなと思ってたけど、ここまで切られるとさすがに復活しない気がするな。バッタです。でこの辺にミニスイカができた。あ、ダメだ、ミニスイカ終わってます。終わりました。こんなことに一体何があったんだ。スイカは難しいよね。小さくてもこんなに失敗しちゃうんだもんね。でズッキーニ相変わらず葉っぱが旺盛なだけのズッキーニですね。葉が、葉っぱばかりが、あの辺とかできるのかな、もしかしたら。はい、まあ特にねこれといって伝えることはないけど、畑を歩き回るだけではまあまあ楽しい。これはそうですね、シトウの葉の上にまでカメムシたちがいる。こいつらいっぱい、そしてたくさんオクラがなってますね。まあでしょう。釣って撮ってる間に雨が降ってき始めました。やばいですね、これ以上はちょっと撮影の続行は、続行は厳しい。雷も鳴ってます。もう家に帰ります。それじゃあまた。